はい、こんにちは、サルウィンです。シャドウバースの実況していきたいと思います。とりあえずパパパってね、綺麗にみんな10になりましたね。ただまあまだ10周目は全然終わってないんですけどね、これからなんでね、まだ半分、ちょうど半分っていうか、まだニュートラルしか終わってないからね。というわけでこちらですね、ババーン。オンダルクルーデデキシバルビーアテテシューアシャドウブルースということで、いつものやつです。で、今10周目なんですけど、まだね、ニュートラル抜きの純正はネクロマンシーしか作ってないんだけど、こんな感じですね。とりあえずまあまだその時にたどり着いた時かな。うん、一個一個作っていくのも楽しいんじゃないかなと。ただね、これもまだあんまちょっとね、うんって思ってるけど、次ニュートラルスか、いじるとこないかもね。もうニュートラルスはね、やることやるしかないんだよね、このデッキ。相手が割と軽めの構築だったら勝てるかなって感じかね。本当に固めていくだけだから、このデッキは固めて固めて固めてっていうデッキになったんでね。うん、いかに盤面にね、ホルバーを残して、刻んでいけるかっていうゲームかな。うん、まあオリビア3枚はさすがにやめたんだよね。まあニュートラルっていうか、まあニュートラルは全部あれか、分解済みだろうね。よし、早速行こう。もうこれはね、マッチング次第としか言いようがないからな。相性いいデッキ。ビートダウンタイプのデッキを期待するか、まあもしくは相手がゲフンゲフン、事故ってくれたらゲフンゲフンって感じ。あんまりね、それはそれでちょっとね、物足りないけどね。さあ行こう。ここも鬼門だからな、っていうか、やっぱ一番ここは最終的に鬼門にはなるかな。他のデッキは一応、ああ、でもわかんない。純正型は純正型でやっぱりちょっとなっていうやつあるからね。特に、そっか、ドラゴンの女の子タンなんかどうしようかって感じだよね。エンコンか、エンコンの魔女。暴食の杖よ。今こそその力を解放しろ。食え、地上に動く全ての生物を食らい尽くせ。私は拒絶し排斥した者らに復讐を遂げるのだ。怖い人や。まあね、恨みつらみってのはね、これはきついんちゃうん、これ。この相性は多分ね、絶望的な相性だと思う。光があなたを導くでしょ。あ、勝ってるんだよな、なんだかんだで。多分いらない、いらない、いらない。まずは軽いカード引いてこよう。うん、なるほどね。まあそうだわな、どっち型やろね。よろしくね。よろしくお願いします。はい、よろしく。おー、デベンジェル。どっちにしようかな。相手の動き次第やけど。これはでも打点を刻んでいくしかないか。ユニコでいっか。ユニコ、頑張ります。次はシールドエンジェルか、フラムかな。まあ、言うてだよな、絶対回復入ってるからな、あんまりこの2点もあれかもしれないけどね。クラスをいじめるなら焼き尽くす。まあ、とりあえずあえてビートダウンしてみる。てかじゃないと多分後半きついからな。おお、珍しいタイプじゃね。ガーディンオックス入ってんだ。おお、珍しい。あ、これ偉いかも。そっか。燃えろ。どうしようかな。だったら打点積むか。あなたには私の怒りは止められない。燃えろ。ファイヤーボンバー。このファイヤーボンバーでかい。で、ここは壁。私がお守りいたします。ワンチャン、ワンチャンビートダウンできるかな。まさかの。これレリア型かな、わかんないな。もしかして天使か、守る形入ってるから。これは意外となんかビートダウンできちゃいそうな気配。
これハゲ強いけどな。でもハゲじゃないっぽいな。ハゲやったら悩まないだろうからな。なるほど、了解。クラスのためなら何でも燃やすから。これで決めます。しゃあないね。でかい希望の光。これは武闘しかないかな。さすがに処理できねえわ、あのサイズは。なんだなん。いただきます。点取りに行こう。ルナと遊ぼう。ニコだってやればできるんです。ピーン。さてここですね。問題は一応フラムで2点は焼けるぞ。あとは何がって感じやね。次6か。食べるエンジンは最悪。あなたの痛みを和らげましょう。戦火で4号一方か。ここからです。愛の癒しを与えましょう。おひゅー、まあ、しゃあない。ならば慌てることはないね。これは順当に行こう。リンゴン、リンゴン。これね、定めがらしこだわり。リンゴン、リンゴン。ああ、エンジェルスナイプか。それもそれで熱いな。ここはこのままでいいか。よし。エンジェルスナイプがとどめに使えたら熱いんだけどな。迷う。なるほど。シルドを与えよう。やっぱ回復するね。あとは視点しかな、わかんねえんだよな。わかりませんね。エイラの可能性もあるし。なるほど。これはあれか、これ盤面処理してくるか。エンジェルスナイパー相手に使うか。これでまた定め。そんなことは知らなくてよかったわ。強いね、強いね、いいね。クラスをいじめるなら焼き尽くす。これはうまい。プラムの邪魔をしないで。え、見せてあげる。3-4でしょ。あいつも全部倒せるな。エンジェルス、私の虚無を埋められる。これバチコーン。生きてたら核の式しるべがなくては。ああ人の子は落ちるか。そうか、4点入るからか。ではいいや。ではいい。これフラムグラス完成とかするか。完成しないかな、このまま。天を犯す者。ああ、ダメでしたね。ダメでしたね。ですね、クラムのためなら世界すべてが敵になっても構わない。ダメでしたね。燃えろ。ダメ。さてと、リンゴン、リンゴン。いやでも4などあるか。でもなんか引けるかもしれんな。これは定められしこだわり。引けませんでした。弱い。押し切れんのかなこれ。ちょっと弱いな。向こうの方が打点高いな。まずいな。次点検の乙女がチカチに固めるってのもありか。でも打点がないんだよな。そっちか。ふむふむ。ああ、エイラか。やっぱエイラじゃん。変わるきついな、やっぱ押し切れな。ああ、でもいいや。そこまでじゃ。ここででかくなんないんやったらまだいい。まだよね。グラスのためなら
さあ、どうしようかね。うわー、弱い。弱すぎますわ。この大地を照らしてみせよう。まあそこかな。私がお守りいたします。結構でかいからね、ちょっときついな。これきついな。あー、やばい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 、やばいな。やっぱ押し切れなかったのがちょっと後となるな。相性悪いな、やっぱこうなると。厳しいですね。ここからどうやって勝ちを拾いに行くかだな。粘り勝ちできるか。てかもう盤面きついよ。もう処理できねえだろうね、あのサイズは。きついきつい。シュッ、レンジャーさん、希望の光はまだ。あー、進化剣が欲しい。我を落とすか。この大地を照らしてみせよう。あなたの痛みを和らげましょう。さて、とはどうしましょうかね。これはさすがにきついぜ。あー、しかもドローもドロソも引けてないしな。世界の超、あらららら、それはまずいね。私の望みだ。まずいやつだね。ゲームエンドがそろそろ近づいてきたね。行き方は神の慈悲だ。あ、きついですね。積んじゃうやつやね。くっそー、押し切れるかと思ったんやけどな。ここでオリビエか。あー、でも出したところでな。新たなる世界を求めて。どうしたもっかね。ルシュー倒せないしな。闘争の果て、遥か地平の新世界へ行くぞ。ハゲだけど、これ何。いやー、積んじゃったかにゃー。17点だからね、この時点で。あと2回回復できたら死ぬ。なるほど、了解。まだ生きてるかな。我が意志、俺はせん。まだ生きてる。でもそれだけってか。これはきついにゃ。悪名はそこまでじゃ。またハゲ来た。ハゲだけは殺さないと。神の慈悲だ。こうなるともうきついね。手が止まらん、手が止まらん。逆やって、手に負えんな。ああ、弱い。プラムの邪魔をしないで。ルナと遊ぼう。私の虚無を埋められる。これ。プラムのためなら、世界すべてが敵になっても構わない。あ、ん？撃てよ。びっくりした。ハゲだけは見せてるやつ。何？負けまみた。なあ、しゃあねえか。しゃあねえか。あそこまで追い詰めたのにな。すごいすごい。くっそー。相性いいと思ったんだけどな。負けちゃったけど楽しかったな。相性いいと思ったのに。そんなことなかったんや。あとだから途中でガブリエルとか引けてたらちょっと違うゲームできた気がするんだけどな。そうだね。悔しいです。仕方ない。もう一回いけるかな。いざ尋常に。ちょっとやっぱりマリガン。いや、俺どんなマリガンしたっけ。あれ全交換したんやけど、そんな気がすんな。椿、怨念を抱く鬼は、いや、怪しき光を放つ刃を手に、いつの日か鬼の愛を裏切った巨悪を憐れめ、同胞の敵を討つために。鬼？鬼って椿ってことですか？あ、でも椿ってそういう、どうだろうか。
でもワンチャンか。早いタイプが多いだろうから、これはワンチャンあるぞ。退屈させてくれるなよ。クラスはありだけど、クラスはいらない。ああ、重い。まずい。まずいぞ。まずいぞ。しかも先、まあ、相手に先行取られてないってのはいいことなんだが、ちょっと違う。ああ、うまい。これは偉い。よろしくね。これは偉いやつ。メンジャースナイパーさせるシーンは絶対ある。まあそれはしゃあないね。まあ、みんなやっぱでもうまいよね。はい、よろしく。うまいよね、ほんと。あーユニコ引けた。えらいね。ユニコ頑張ります。えらいね。これ一旦生き残るだけでもだいぶ話変わってくるよ。マジでえらい。えらいね。生き残れるか。あー生き残れませんでした。でもいいや、まだライフを守れたってことで。ここなんかアクションバカじゃないのか。バカじゃないのか。出そう出そう。プラムの邪魔をしないで。出すしかないのでは弱いけど、これはまずいな。大丈夫かな。不安でいっぱいだよ僕は。まあさっきのユニコがいい働きをした可能性から相手がこれ助教を持ってないという可能性、うん、これかなり困るでしょ。フォレストバットとか展開しづらいからね、処理できないならね。バンビーちゃん登場。お、これあ、これは熱いんじゃない。熱いね、熱い。これエンジェルスナイプがいった。そして今の時期噛み合った。私はお守りいたします。グッド。いやーユニコがいい釣りだったって話か。いい釣り針でした。あ、オリビア引けてるしな。進化圏ガンガン。あー2点やつか。あーそっちね。だろうね。ためなら世界すべてが敵になっても構わない。硬いのは優秀。さて、うん、なればなれば、まあ、これはちょっとお任せください。これは相性はいいと思うんだよ ね。この大地を照らしてみせよう。ここは固めてっていいか。逆の方が良かったか。でも足も違うな。足がないな。世界を包むこの剣は我が希望。で次、まあドローを打つか、もしくはここがここ処理でウルズで再生するか。それもいいよね。うん、でもドローかな。あーだよね。まあこれはしょうがない。でもこれまた止まるからね。痛い。あいつは引き殺すか。あ、でもそう、進化あるか。進化してくる？してこない。了解。進化権取っときたいんだね。なるほど、了解した。じゃあ俺が進化しよう。ルナと遊ぼう。すべての最悪を受け止めましょう。お任せください。殴っていない。だいぶ余裕が出てきたからな、こっちも。これ相性的に結構いいはずなんだかな。ああ、了解。希望の光は。で、武闘があと一発か。した。ああユニコ引けたね。うん、どうしようかな。引き殺すにしろちょっと違うよね。なんかここ決まりなかったんだけど。リンゴこれね、定められし断り。リンゴンリンゴン。弱い。ちょっと弱い。怖いな間が。うん、確かに。みんな光って綺麗だな。なるほど。了解。これ痛いね。ちょっと詰められちゃうな。お手調べだ。やっぱり殴ってないで一体倒してやがってください。いらない。変わらない変わらない。これ一点ダメージ違うね。痛い。
さてと、断りを知りなさい。怖いよ。この大地を照らしてみせよう。ユニコ、頑張ります。さてと、持つかな。ちょっときついな。実際ちょっと進化圏大盤振る舞いしすぎたか。あそこちょっと勝敗を分けたか。いやでもな。で、相手が武闘が綺麗に持ってたってのもちょっと使ったよな。あそこはなかなかやってくれるって感じだったよな。もうちょっと持つと思ったんだけどな。困ったっすね。まあ少し本気を出すみたいで潰しに来るか。さてユニコスルーしてくれる。まだ言うて手札使ってないからな。困ったな。結構きついんだけど。終わんないってことは。でもな、辛いぜ。これは辛いぞ。やっちまったな。弱すぎる。弱い弱い弱いね。負けたかこれ。弱い弱すぎる。4点しかないんだよ。無理じゃねえこれ。ダメかダメか。ちょっと弱かったな間のアクション。で打ってたか忘れてる。ダメだね。負けたか。あそこで1体倒したけど違ったかな。違う未来あったかな。違う未来あったかな。3点壊して2点どうだろう。違う未来あったかな。あでも相手進化系あんじゃねえか。考えたらもう積んでるわ。この時点積んでるね。すごいすごい。ダメだ弱い。くっそー負けた。ハンドがなぁ、ノーだったかなぁ、てか相手やっぱ上手かったな。武闘が単純に強かったか。まあしょうがねえなぁ、かいや違うんだよな。単純にちょっと壁置けなかった。いや、置いてたよな、置いてたよな。割とベストは尽くしてたような気もするけどな。なんだかなぁって感じだけど。まあしょうがねえな。負けちゃったけど、楽しかったな。いやー、厳しいね。もう、ちょっと相性はぼちぼちやったと思うんだけどね。いや、でも、最初事故ってた？事故ってたか？まあ、確かあんま良くなかったの、スタート。まあ、頑張っていくしかないな。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。